皆様お帰りなさい、ゆまでよ。ほう、赤い。はい、今日はね、リクエストがあったゆまのスキンケアについての動画を撮っていこうと思います。ゆま、特になんかこうしてるとかっていうものがなくて、朝と夜でスキンケア変わってる感じもないけど、とりあえずこういうことを毎日やってるよっていうのだけ撮ったっていう感じなので、なんだろう、面白くないと思います。それでも最後まで見てくれると嬉しいです。ではでは早速です。はい、まずはこれ、ココネクレンジングバームです。このスプーンで乾いた手と顔にこれくらいの量を優しくすり込んでいきます。ゆまはね、だいたい1分から1分半くらい撫でてます。個人的に前より肌が荒れにくくなったのと、洗った後に肌が柔らかくてしっとりする感じが好きで定期購入をしてます。はい、次がメラノ CC シミ対策美白化粧水です。これはね、コットンとかに取らないでこんな感じで直接手に、あ、これね、カメラに見えてないと思ってニヤニヤしちゃったこんな感じで手に取って顔になじませていきます。なじませながらはね、鎖骨リンパとか顔のマッサージとかも一緒にしてます。はい、次がサボリーノの夜用のパックです。朝もね、夜も、ゆまは夜用を使っております。なんかね、すごいしっとりしててね、こっちの方がね好きなんですよね、うん。はい、パックしたらパッティングして肌になじませていきます。でね、その後にね、今少し乾かしちゃうんだけど、これはね、いいのかね、わかんない、これやっちゃうんだよね。はい、そして次がディオールのカプチュールトータルドリームスキンケア&パーフェクト乳液です。名前が長い。これはね、すごい伸びがいいので 1.5 プッシュくらいですね。これね、毎日ね配信してた時によくすっぴんでもね配信してて、その時少しでもね家も肌綺麗に見せたいなって思って調べて出てきたのがねこれだったの。肌もね荒れにくくなったしね、そっからもうずっとこれを使っております、うん。はい、これで朝のスキンケアはおしまいです。じゃあ次は夜です。はい、じゃあ夜の方の洗顔とかスキンケア系も取っていきます。夜もねこれ使います。朝より夜の洗顔の方が結構しっかり洗います。急に喋り出してなんやねんって感じだと思うんだけど、ちゃんと化粧してるので落としていきます。またすり込んでいきます。これをじゃあ結構もうすり込みまくったと思うので、普通にあとお風呂入ります。最後はこれを使って洗っていきます。これくらい取って泡立てるネットで泡にしていきます。はい、でお風呂から上がったら結構すぐにまたメラノ CC シミ対策美白化粧水を塗っていきます。はい、そして夜ももちろんサボリーノの夜用のマスクを貼っていきます。貼っていきます。そしてもうおなじみカプチュールトータルドリームスキンケア&パーフェクト乳液も夜も塗ります。はい、これで夜のスキンケアもおしまいです。はい、という感じでした。いかがだったでしょうか。もうマジであれを毎日やってるって感じです。はい、宣言通り面白い動画ではなかったと思うんですけど、まあ、いつも別に面白いかって言われたらそうでもないと思うんだけど、はい、もしこういうスキンケア用品とかいいのがあったり試してみてほしいとか、もしあればコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ではでは、お疲れ様、レボリューション、またね。